有糸分裂とは、真核生物の細胞分裂における核分裂の様式の一つ。細胞分裂の際に、クロマチンが染色体を形成し、この染色体が防水体によって分配される分裂様式のこと。有糸分裂を伴う細胞分裂のことを指してあり糸分裂ということも、ある。対立する後は無糸分裂である。正確に言えば、 生殖細胞において、相同染色体を分離させる、原数分裂もあり糸分裂の明けである。しかし近年では、単にあり糸分裂という時には、原数分裂を含めないことが多い。この場合、有糸分裂という語は、体細胞分裂と、ほぼ同義の語として用いられる。間期は、分裂期以外の期間を指す。G1、S、G2 期に分類される。 染色体凝縮が開始する。角膜はまだ存在している。中心体が微小管形成中心として機能し、微小管の重合が進み防水体の形成が始まる。寒気に複製された二つの中心体は、モータータンパク質であるキネシンの働きで離れていく。染色体凝縮がさらに進行する。各固定の消失が始まる。 離れた二つの中心体は防水対極となり、そこから伸びた微小管が染色体の同源体に結合する。この微小管は同源体微小管と呼ばれる。数は微小管が核膜内に侵入している。核膜崩壊型の有意と分裂を行う生物では核膜が消失する。分裂中期の細胞。ほとんどの染色体が赤道面に配列した状態。 緑が防水体。凝縮を完了した染色体が細胞の赤道面に配列する。この時それぞれの染色体において一体の姉妹、染色分体が識別可能となる。染色体の各一セットが各々正しく防水体に結合しているかがチェックされる。結合に支障がある場合は細胞周期が停止する。この時期は正しい染色体分配。 引いては細胞分裂のための本質的なステップと考えられている。姉妹染色分体をつなげていた同源体付近のタンパク質が切断され分離可能となる。それぞれの姉妹染色分体は分裂装置の働きにより両極へと移動する。微小管の働きによって染色分体が移動するとともに防水対極が離れていく。 後期に分配された娘染色体が分散して、クロマチンに戻る。各固定が再構成される。角膜崩壊型の分裂を行う生物では、角膜も再構成される。ありがとうございます。